日本のものづくりに私たちの力を。三よどうも、えぐっちです。ゾロッチです。ズンズンです。はい、本日はですね、もうすぐ日経社歌コンテストの決勝戦が行われるということで、当日パフォーマンスがあるんですけれども、その、練習をですね、私とてんてんがやっておりまして、それをえぐっちさんとあと森本さんにちょっと見ていただこうかなと思います。めっちゃ楽しみ。案が2つあるんですよね。そうですね、はい、なんでこれのどっちがいいかっていうのはね、ちょっとまあ見ていただきながら感想も言ってくれたらなと思います、まあ、まあ2つも面白い路線ですかね、どっちも選んでも多分コーツつけがたいよね。もういや本当に、うん、そうなの。どっちもいい感じになってるんで、すごいんで、そうなの、ね、なんでそれを見て選んでほしいなと。選ぶ選ぶ、はい、行きましょうか。行きましょう。まずはプラン A の方から行きたいと思います。はい、パフォーマンス練習発表まで行ってみよう。はい、じゃあまずプラン A の方から行きたいと思いますので、はい、アナウンサーの山陽工業さん、お願いしますをちょっと言っていただけたらと。いいですか。はい、それでは山陽工業さん、お願いします。先生、僕たち、私たちは兵庫県から製造業と製造保険業の授業を行う山陽工業です。今日は日経社歌コンテスト。全然違うじゃん。揃ってないですよ。ちゃんと言ってよ。じゃあもう一回、もう一回言おうか。もう一回やりますね。もう一回いきます。頑張って先生。僕たち、私たちは日本から毎日私から日経社歌コンテスト決勝戦3回目の優勝今度こそを狙って元気3400Nを近いこの場に立っております。皆さん、そういう元気3400Nいつか聞いてください。行きたいと思います。誓います。どうぞどうぞ。じゃあコメント。コメント、はい、なんか違うことを 言うて最後は合わせること。いや、もうゴリ押しで行くっていう感じの。ちょっと待って迷う。言うやったら何でもいいから声出しようかな。まあ、あのとりあえずこうインパクトを与えようかなっていう、あの作戦です、これは。あ、もう、うん、インパクトになってない。なんもなっとるかい。それやっぱ一人ずつな。いいって言うかい。だから辛口ですね。何言うとんかな。えぐっちさん、どうですか。正直何言ってるか分からない。何言ってたんやろうなっていうインパクトがあるかもしれないけど、確かに審査員側からするとそれしかないから、結局その思いとか、うんうん、そういうものが伝わらないから、はいはいはい、ちょっともったいない気もする。ああ、もったいない。確かに自分たちやってても思いました。これ大丈夫かな。じゃあちょっとプラン B 行きましょうか。プラン B を、はい、やりたいと思います。ではプラン B 行きたいと思います。はい、じゃあアナウンスお願いします。それでは山陽工業さん、お願いします。南妙法蓮華経、仏教解消の釈迦、釈迦違い。どうも、山陽工業です。お願いします。失礼いたしました。弊社は製造業と製造派遣事業の2つの事業を行っております。はい、こちらご覧ください。全国からメッセージが、応援メッセージがですね、来ておりますので、ご紹介させていただきたいと思います。楽しみ。まず、皇帝ペンギンさんから、南極から応援しています。あ、まあ、地球の果てから応援していただいております。しかも人でない。いや、初手それ選ぶ。もっと他にあるでしょう。あ、すいません、すいません、すいません。では次、奥さんが MV に出演しているので優勝してほしいですと来ております。こちらを機にですね、女優業に専念していただければなと思います。おお、確かにな。いや、ちゃん納得してもった。もっと他にあるでしょう。あ、すいません、すいません。そしたら次はですね、殿方応援しております
どこの貴族やねん言うてますけれども、いや言い方貴族様やで知らんけどじゃなくて本当に言いたいのあるでしょ。あ、すいません、すいません。目指せ世界一、ありがとう、頑張るぞ。いやいや、ボケへんのかい。言うてますけども弊社の社歌の歌詞がですね、元気3400ニュートン、ありがとう大切にというフレーズがあります。昨今悲しい出来事があり、今までの日常が当たり前じゃないと改めて痛感しました。だからこそありがとうを大切に、隣にいる人に笑顔と元気を、そんな思いを抱きこの舞台に立っております。ありがとうございます。 ありがとうございます。あ、じゃあ最後に一言、私たちから笑顔と元気を生み出して日本全国へ元気を届けていきます。届け元気3400ニュートン。以上、以上です。ちょっとまだ覚えてないところがあるんでちょっとボツボツですけど、どうでしょうか。それか一つ、ほんだらこれも中で聞いた演歌じゃない、 MV って何よ。ミュージックビデオ、あの動画のことです。動画、動画流れる動画ビデオな。あそういうことね。江口さんお願いします。面白かった、全体的に、うん、面白かったけどそれがその会場のみんなを巻き込んで面白いっていう空気にするのがちょっとまだこれから練習、そうですね、なって思う、うん、まだちょっとお互い恥ずかしさが残ってるのがあるからそこをいかに吹っ切れるかによってなんかその会場を巻き込むパフォーマンスができるんじゃないかなって思うから、はい、全体的にはすごく良かったかなって。おっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。私ね、はい、はい、出足首ね、何が起こるんかなと思ってびっくりした、うんうんうん、でもね、中身を聞いてたら、あ、その書いてる項目ね、いろんな方が書いてくれてね、うん、そのコメントに対してうまいこと、というかね、会話できてるかなって思います。はい、そしたらもうちょっと練習してね、はい、はい、もう一回また聞かせてください。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで、パフォーマンスが終わりました。いかがでしたか、てんてんさん。まあ、どっちもちょっとやっぱり選びがたいもう合わせてもいいんじゃないかとは思ってますけど僕は、まあ、確かにちょっとまだまだね突き詰めるべきところはたくさんあるので、うん、江口さんとね、森本さんに言っていただいたアドバイスをもとに、うん、まだ時間はねあるので、うん、はい、まあ、この動画が上がる頃のやあと2日後になってますけど、うん、撮影の段階ではまだまだ時間があるので、うん、どんな ねクオリティのものが本番でなるのか楽しみにしていただきたいですね。はい、江口さんどうでしたか。また去年もと違うステージな感じがしてて、うん、すごい面白いなって思ったけど今後に期待してますって感じ。はい、ありがとうございます、うん、日経社歌コンテスト決勝戦は1月の23日水曜13時半から YouTube 生放送されますので、山陽工業12社中4番目ですのでお願いします。お願いします。お願いします。応援するよ、ちゃんと見るよという方はいいねボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。それでは今日はこの辺でラバーマンツネ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 。最初南妙法蓮華行った、あれいらんわあれが、まあ、ちょっと違うあれやと思うけどやっぱり最初